あのディズニーシーにね、はい、行くっていう、まあ、大阪の番組でディズニーシーロケさせてもらったんです、うんうん、ほんなら、まあ、いろんなアトラクションを乗せてもらうんですけど、うん、今から行くのは、うん、タートルトークですって言い張るんですよ、うん、僕は全く知らなくて、うん、え、何ですかそれ、あの設定としては船があって船底にこうガラス窓があって、うん、そこにね200人ぐらい入って、うん、はい、まあ、その窓ガラスにあのファインディングニモに出てくるカメ、うん、クラッシュっていうカメがそこに出てきて、うん、ほんでもう動いて身振り手振りで喋って、うん、で15分ぐらいお客さんと質疑応答して、そのクラッシュがそのお客さんをいじり倒して、誰一人傷つけず、爆笑に次ぐ爆笑をかっさらって帰っていくっていうんですよ。すごいね。そんなことあんのと。ほんで行って、ほんならお兄さんが、じゃあみんなでせーのでクラッシュ言いましょうねって、せーの、クラッシュー言うと向こうからうわー来るんですよ、うん、そう、まあ、映像なんですけど、うん、カメがうわーって、まあ、動きも表情とか声とかめっちゃおもろい感じなんですよ、うん、おーみんな会いたかったぜもう子供たちうわー来らっしゃー、今日はもうみんなに会えて本当に俺は最高だぜで、じゃあこっからじゃあ俺になんか質問あるやついるかい、男の子が、うん、はい、じゃあそこの男の子カメですよ、おお質問なんだ、僕はあの泳ぎが得意じゃないんですけど、あのどうやったら泳ぎが得意になりますか、泳ぎが得意じゃないのか、名前なんて言うんだ、コウスケって言います、おいおい泳ぎの速そうな名前じゃないか、ほんならもうキョトンってした顔してクラッシュは、うん、俺そんなおかしなこと言ったかって言って、設定として地上のことは一切知らないって言って、でそれをこうごまかしながらもうそれで笑いとるんですよ、すげえ、他になんか質問ある人いるかって、なあそこのお姉さんなんだ、あ私たちあの今日大阪から来たんですけど、大阪弁喋れますか、大阪弁、大阪弁って一体なんだ、いやあのなんかなんとかやんとかなんとかやねみたいな言葉なんですけど、いやー俺はちょっと大阪弁は喋られへんねん、どうだもうむちゃくちゃウケるんですよ200人がってほんなら今度女の子は、あ女の子質問があるのか、かわいいなどうしたつ、海には綺麗なものはありますか、もうその質問がかわいすぎて、うん、もう200人がもうポーってなってるいい質問だな、海には綺麗なものはいっぱいあるぜ、このサンゴ礁だって泳いでる魚たちだってみんな綺麗だ、みんな綺麗なんだ、だけどな少しだけ少しだけ俺が生まれた時より海が綺麗じゃなくなってるような気がするんだ、だからもし今度海に行った時はみんな海を汚さないでくれるかい、もう全員心使われてるから、もう大人もみんなはいね、まあ、ロケですからカメラあって俺がいるっていうのももちろん200人のお客さん知ってあるんですよ、ほんでもうバラエティですからそのクラッシュにね笑いこんだけ取られてる場合ちゃうと、俺もバラエティ番組で行ってるそりゃそうや、ほんま質問あるかって、はい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 言って、ほんでそこのお兄さん質問なんだって俺当てられてね、さあここでこの爆笑クラッシュとどう絡むかっていうことですよ、好きなことわざなんですか、そのクラッシュに、おうおう、もちろんことわざ、おいことわざってなんだ言われたんで、いやまあ例えば、鶴は千年亀は万年とかって言ったら返す姿なんで、おいおい人の寿命を勝手に決めんじゃねえよカメの平均寿命はだいたい80年ぐらいなんだよ、どうまあ俺は今150歳だけどな、どうでお兄さん君はいくつだって、38歳です、うん、まだ卵からかえったばかりじゃないか、どうだけど俺は150歳だけど、でパッてお腹見せるんですよ、カメやからこう割れてるんですよ、腹筋割れてるーとどう腹立ってきた、君は腹筋割れてるか、いや割れてないです、うん、ちょっと見せてくれよって見せようみたいな、誰が本当に見せろって言ったよじゃあまた会おうなバイバイって帰っていくんですよ、俺何にもできず何一つ笑い取れず全部クラッシュに持っていかれて、
これなんや、なんやこれ、何にもできへんかった、言うたって芸人が行って、どうしようどうしようって、もそっから俺結構引きずって、5日後に休みやったんですよ、俺プライベートで、やっぱもう一回やりたいって。俺ね、プライベートでニット帽にマスクで、俺もう一回ね、もう一回潜り込んだんですよ、タートルトークに。ほんならまたその日もウケてますね、フラッシュが。男の子が得意な泳ぎは何ですか、得意な泳ぎって何だ、君は何なんだ、僕は背泳ぎです、背泳ぎ知らねえなーって言いながら背泳ぎやってるんですよ、もうダーン受けて、これもう次もう大体毎回3人ぐらいの質問で終わるから、うん、2人終わってもう次、はい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 って言ったら、おお、じゃあそこ あのニット帽にマスクのお兄さん、名前なんて言うんだって来たから、俺もうバーッとって、千原ジュニアって言います、ほんなら200人でしょ、なんでなんでなんでみたいな、うわーなったら、そのうわーってなってる間、またおもろい顔でこうやって静まるまで待つんすよ、クラッシュは。もうめっちゃええ顔で、おい俺より人気者は嫌いだぜ、見事それ掴んで、で質問って何だ、千原ジュニア質問って何だって言うから、好きなテレビ番組何ですか、テレビって一体何だ、いや、あの地上にあれはこうすごい楽しい四角い箱で、そこには面白い人がいっぱい出てるんです、面白い人？面白い人って一体誰だ？うん、で、いや、あのね、まあ、例えば面白い人、まあ、例えば、千原ジュニアとか、みたいな。うん、お客さん、まあ、グズグズグズって、うん、千原ジュニアはそんなに面白いのか、じゃあ今から、面白いこと言ってくれよ、思ってた感じと違う。千原ジュニアは面白いんだろう、だったら俺を笑かしてくれよ、グワー詰められて俺、お客さんもうわーなってるから、この状況何言っても絶対ウケへんとこだから、いや、あのね、あのあれですわ、あの千原ジュニアはそんなに面白くないですって俺逃げたんです、ほんだお客さんが200人、逃げんのみたいな、すっごい空気になって、俺どうしようこの空気どうしようって言ったら、クラッシュが、いや、千原ジュニアって聞いた時の最初の感想聞いたら、千原ジュニアがどれだけ面白いか俺には分かったぜ、千原ジュニア、また遊ぼうな、バーイ、帰ってきた、めちゃ半端やん、クラッシュ、俺ね、亀に助けられたんです、いや、すげえ、浦島太郎以来の、いや、亀に助けられた俺だけですよ、すごい。そうか。去年のクリスマスイブですよ。12月24日ね、もうまあこう街はこう盛り上がってるわけですよ。そうですね。僕その日休みやったんですよ。で、まあ僕今彼女もいないんで、さあ夜どうしようと。まあ彼女のいてない後輩2人誘って3人で、じゃあちょっとご飯でも行こうか言って。まあなんかちょっと美味しいもん食べようやっつって、まあ。ちょっとまあ高級めのお寿司屋さん行こうか、予約取れるかなって電話して、あ、ギリギリ3名やったら行けますよって言い張ったんで、あ、じゃあ行こうか言って後輩と3人で行ったんです、ほら、まあそんな日なんで、もうカウンターも全部カップなんですよ、全部カップなんですよ、ほんでうち3人座ってる横だけ女性1人で1個席空いてるんですよ、だから待ち合わせで男性もあってあるんですよね、でも全部カップル男3人なんですよ、ほんでまあいろいろ飲み物頼んだりしてたら、もうすぐ ごめんね言うて、30代半ばぐらいの男性、30代同士のカップルです、大人のね、あ、ごめんねって言ってプレゼントをポーンって渡して、そのことにはもう一切触れず、大将、ビールみたいな、すごいこうスマートだね、もうこっち3人うわー、ええー、なーって感じなんですよ、女の人は、何、見ていいって言って、おいいよ言って、ほんで出し合ったんですよ、紙袋から、はい、紙袋の中にもう一個薄い白いこう巾着みたいなのに入ってるんですよ、ほんで見ていい、うん、で、ね、出したらその白い巾着で、それパッて開けて、その女性が「なんで、やった、嬉しい！」って言
って言うてんすよ、ね、うわえすごい言うて、はい、こっちから見てもどう考えたその本心の心からの嬉しさが、うん、やったなんでなんで出していいって言って彼氏はうんみたいな感じで何やろと、うん、やった言うて出すんですよ、うん、ね、うん、バッて出したら、うん、野球のグローブなんですよってなってこっち3人やるなそれはもうほんなら怖い1人が、うん、グローブって言うたんですよ声出すな声出すな言うてほんなら「やったーはめていい！」って言い出して、マジかよ寿司屋でこうやってグローブはめ出したんですよ。うわすっごい可愛いんだけど可愛いでこうやって筋食うてんすよグローブはめてもうもうずっとはめてくる俺ねいやもちろんしてはれませんよけどそのうち俺寿司こうすんじゃんかボールみたいにすごいな寿司握らして紐で止めて肩つけて肩つけていやほんまこうやって喋んちゃうかみたいな何やろそれ、ね、まあでも謎やなそれはもうへっていう話なんですよっていうのをまああのー、あるところでね、うん、いいとこの増刊号でも喋ったんですよ、うんうんはい、ほんならあれ私のことやって言って、うん、その女性がなんと、うん、いいとものプロデューサーの大学の同級生やったんですよ、うん、たまたま、はい、ほんであれ私のことや確かに知りたいあのジュニアさんが隣で寿司食べてはったって言って、うんうん、お前さそグローブ持うて、うん、なんでそこまで喜んでたんやほんなら実はその男性は旦那さんでずーっと学生時代から野球やってほんで社会人になっても野球やってはって、うん、で付き合ってる当時にいつか落ち着いたらあなたと一緒にキャッチボールしたいわってポロッと昔言うたことがあってほんでその旦那さんがもう社会人野球をやめることになって落ち着いたから今度いやあのキャッチボールしようなっていうのを思い出して渡したんだあの一言若い時の一言を覚えててくれたんやっていうんでうわうん、俺この話誠治にしたら、はい、お前嘘つけ言うて、はい、誰がグローブ持って喜ぶねんお前ほんま訴えんぞお前嘘ついてまで笑い欲しいんけみたいなこと言うてた法廷で俺戦いますよこの時入った時僕だから15で入ったんですけど、うん、入ったぐらいの時にはもういたんですけど今吉本の社員さんなんですね、うん、ねすごいこう男性なんですけど、うん、あれなあのジュニアはあれなみたいなお兄ちゃんはあれなみたいなこうすごいこうなよってはるんです、ね、でその人が主催でこういろんなイベント若手を集めてイベントみたいなのをやるんです当時もちろん仕事ないから一つでもこう出番欲しいでもその人が全部その出すか出さないかは決める見た目可愛らしい人が好きです男ですよその人はその人男ですけど見た目可愛らしい芸人が好きだからいやもう今回は無理千原あのバッファローゴローがね、バロゴラのちっちゃい可愛らしかったからねみたいなね全然呼んでもらえない我々は、はいはい、そのことにまあ正直政治なんかめちゃくちゃ腹立ってあいつね気持ち悪いあいつ気持ち悪いあんなもん言って尺の悪いあんなもんあんなもんちやろ言って尺の悪い言うてたマンスリー吉本っていうのをねバシャったんですよ雑誌が吉本をね、はいはい、それをまあ担当してたその人が、うん、でまあ夜中吉本興業本社大阪本社で打ち合わせ夜中あんまりもう社員さんもいないところでやってたら、うんうん、下田閉まったと下田って夜中4階のフロアに響き渡った、うん、えっ何や何やとほんならマンスリー吉本を開いたそのいつもは名乗ってるその人がシモタ言って顔面層を吐くんです何やねん何やとマンスリー吉本特集でペットを飼ってる芸人さんいっぱいいますその人たちがいろいろペットについてインタビューしたりとかで芸人さんがトリマー体験みたいなんでトリマーの学校行ってこう犬を散髪するみたいなでトリマーに、興味のある方こちらまでアクセスどうぞっていう
で、そのトリマーの教室の、ホームページアドレスがそのマンスリー吉本に掲載されてる。どこで何をどう間違ったか、アドレスが普段その人がプライベートでいつも見てるゴリゴリのハードゲーのホームページのアドレス。うわぁ、ペットかわいい、トイプードルかわいい、トリマーなりたいって検索したらゴリゴリとそそり立ったやつが、もうそれ発行してますから、苦情電話ざっと、かわいい犬見れる、トリマーのこと知れる思ったらもうこそそり立っとるから、それの島だで、ちょっとしてもう大阪の芸人全部集まって、もうお祭りみたいなイベントがあると、これは芸人もちろん社員も全員それは参加せなあかんっていうお祭りごとイベントがある、それにどうしてもその人は行けません、会社からも絶対来いよ、いや行けないです、なんでやねん、いやちょっとあの実は親戚に不幸がありまして、いやいやまださっきの話やと、何もの未来に親戚の不幸ってどういうことやの、何言うてんねんって、結局その大きなイベントあった、結局その人来なかった、イベントはまあ無事終了した、あいつ来へんかったなー言って、ニュースパッてたまたまつけたらアメリカで世界各国のゲイの人たちが集まるパレードやってるっていうニュース映像で、そいつがめっちゃ笑顔出る。映ってても別にええんや、本人は。だからまさかそれが日本のテレビカメラでというふうに思わないでしょ。ああなるほど、あ下田ってそんな風に使うんやな。下田渾身の下田です、渾身の下田やな、ほんまに。名古屋に行きまして、これタクシーにね乗ったんですよ、はあ、ほんでプレシードホテルまでって言うたんですよ、はい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 、ほんなら、うん、運転手さんが、はい、何丁目って言われたんです、うん、たまにおる、うん、おかしいなこれ、一応ねお客さんとして乗ってるわけですから、うん、いやちょっと何丁目か分かんないんですけどね、じゃあいけないねって言われたんですよ、うん、うん、いやちょっと分かんないですけどいけないんですか、うん、だって分かんないからね、行きようないよね、うん、えらい喧嘩腰やな思いながら、うん、でも言うててもラッチ開かないんで、うん、もうマネージャーに電話しまして、うん、そのホテル何丁目か調べてもうたんですよ、うん、ほんで4丁目ですと、うん、ほんで運転手さんに4丁目ですって言うたら、うん、あそこ、いやもうね最近もうカタカナが多くてもうなんだかよく分かんねえんだよって言われて、さすがに僕もちょっと切れてしまいまして、うん、お前の乗ってるタクシーがカタカナじゃー言うて、ね、もう腹立ってほんでまあなんとか着いたんですよ、1600円です、ほんで1万円出しました、あの写りないんで一緒にコンビニまで行ってもらっていいですか言って、うん、もうあかんと、うん、ほんで俺はもうお前とこ の親元 の会社に電話するよ言って、うん、ほんで電話番号聞いて、うん、こう電話して、うん、でいやお前とこに何とかさんっていうこの運転手おるやろと、うん、で客に道を調べさせて礼も言わへん挙句釣りない、うん、どんな教育しとんねん言ったら向こうが、うんうん、そらいかんですよって言い出した。いかんですよなくて、どないすんねん言うたら、うん、それはね、うん、お客さんがきつく言わんといかんですよ。なんで俺に委ねんねん、お前のとこでやってくれよ。それはでもすごいマニュアルがあるんじゃないかな。そうですね。それ言われたらもう苦情をこれ以上言いようがないもんね。もう一気にクールダウンしましたから。するする。いやそれは素晴らしい切り抜け方かもわからんよ、向こうの。まあうちはですね、うん、まああの残念な兄がいまして。そうね、ちょっと残念かな。あれ小学彼が6年生ぐらいの時ですかね、うん、あの土曜日みんなであのお昼ご飯をね家で食べてたんですよ、うん、全部年末だったんですよ、うん、もうおかんがもう綺麗に家中大掃除してたんですよ、うん、で玄関の横の部屋から僕らはなんか出入りしてたんですよ、うん、そっちの方が近いんで、うん、ほんでもう誠治はもうラーメンがなんかもうバーッ食うて野球に行きたいんですよ、うん、早く、うん、で行ってきまーす言って、うん、その例の窓から出て行ったんですけど、うん、おかんがめっちゃ綺麗に掃除してて、うん、
閉まってたんですよ。開いてる思ったんですよ。ほんでも誠治それわからんもんやからバーリーンって割り寄ったんですよ。ほんでうわー思ったら誠治そのまま何のリアクションも取らず野球行ったんですよ。野球一筋すごいね。これもあれ2ヶ月ほど前ですかね、まあ、ちょっと休みがあったんで、平泉岩手の平泉が世界遺産になったっていうんで、じゃあちょっと見に行こうかで行って、岩手の人ってすっげえ優しくて、行った旅館の人がなんか美味しいお店ないですかってわざわざそのありますよって車で送ってくれはったり、川下り行ったらあの帰りどうするんですかって行きまでじゃあ僕自家用車で送っていきますよとか言って送って行ってくれはったら、まあ、すっげえ優しいんですよみんな。ほんでまあその日の夜さご飯食べてどうするって言ったらその町にキャバクラが一軒だけあるって言うんですよ、じゃあ俺普段あんまりそういうとこ行かないんですけどせっかくこんなとこやし来たからじゃあそこ一軒しかないと言われるそのキャバクラにじゃあ行ってみようって後輩2人と3人で行ったんです。ほなまああのキャバクラなんですけどまあ女の子が1人バーって座りはってでバーって見たらあの前歯がかけてあるんですね、もうごっそうかけてあるんですごっそうごっそうかけてあるんですよ。後輩が前歯どうしたって言いよったんですよ。で俺も言わんでええのに思いながら女の人にそんな言わんでええのに思って前歯どうしたんって後輩が言ったらまさかのその子は喧嘩だまあこっちじゃないまあこっちじゃない喧嘩喧嘩したん喧嘩だって言うんですよ、ね、こあ彼しかなんかに殴られたん、女同士の喧嘩だ女同士女同士でなんで喧嘩したんあんまりあいつは約束守んねえもんだから河原に呼び出したって言うんですよ河原で蹴っと女の子同士でほんで前歯折られたんすら私も折られたけどあいつの前歯も折ってやったすごい喧嘩やな、だけどそれがきっかけで大親友になって今では2人で同じ歯医者通ってるめっちゃええ話やめっちゃええ話やなと言われたらまた別の女の子がこっち来てその子はもうちょっとこうあのちょっとこうあんまりこう態度が良くない感じの女の子が若い子ですけど髪の毛もちょっちゃのバーッそうやって。お前あれだな、テレビ出てるやつに似てるな、お前って言うんですよ。口悪いな。え、テレビ出てる人似てる誰やろ。いや、私は興味ないからあんま知らねえけど、お笑いのやつでたまにテレビ出てるやつにお前似てるぞって言うんですよ。え、お笑いのやつで誰やろうな。いや、興味ないからあんまあれな、いいともとかにたまに出てるやつだ。なんだあれ、ちは、千原ジュニアとかやつに似てるなって言うんで、俺千原ジュニアやねんって言ったらない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 こんなとこにいいと思う出てるやつがこんなとこ来るかお前なお前な今の発言全然面白くねえぞってまさかの面白くないわな岩手のキャバクラで滑るっていうなあ、まあさっきも出ました、はい、ロッシーなんかもそうですし、はい、まあいろんなね面白芸人がいっぱいいますよ吉本興業、はい、東京には東京でやっぱりね、はい、群抜いて、はい、その天然のね、はい、芸人さんがおられて、はい、2分の5の大川君っていうね、はい、大きい子ですね、はい、はい、もうすごいんですよ大川君ってまあみんな楽屋で喉乾いたねでもルミネの楽屋で7階ですから、はい、コンビニまでジュース買いに行くの面倒くさいともう自動販売機ルミネ一応ありますけど、うん、もう全部飲み飽きたと、まあ、ここにないのが欲しい、はい、じゃあコンビニに誰が買いに行く俺行くの面倒くさい喉乾いたって本人が言い出したんですよ大川君は、はい、でも俺行くのは面倒くさいとみんな喉乾いてるやろ、うん、じゃんけんで負けたやつが行こうみたいな、はい、じゃんけんおもんないしトランプで決めよう、はい、ねはい、じゃあそうしようとトランプで決めようって言ったらそんなまあねタイミングよくトランプ楽屋ないですよね、はいないですわトランプもうしゃあないなー言ってもうええわー言ってコンビニ行ってトランプだけ買ってきた、すごい
どういうことなんですか。どういうことってね、もう日常茶飯事なんですよ。すごいですね。普通ね、うんこさんをね、はい、こうしてて、はい、ね、和式で、まあ大川君ね、鍵をよくかけ忘れるんですよ、はい、ね、でその時も鍵かけ忘れてて、ガチャーって開けられたんですよ、はい、ほな普通ね、はい、びっくりしますから、はい、うわーとか、あ、すいませんとか、うん、なるでしょ。大川君はもう、はい、ガチャーって開けられたら、まずその入ってきた相手の目をパッて押さえて、はい、相手の親指で鼻をクッと押さえて そんな大川君と楽屋、あと他にもいろいろいまして 5,6 人いまして、あのクイズをね、みんなでこう謎々を出し合ってたんですよ。ほんならやっぱそういう天然と呼ばれる人はその天才と紙一重というか、あのその時にね、出された問題が、お皿にイワシが4匹乗ってますと、で野良猫がそれぞれ別方向から3匹 やってきて、イワシを1匹ずつ加えていきましたと。さあ今お皿にイワシは何匹でしょうね。猫が3匹来て1匹ずつ加えていってんから、4匹乗っててんから、そりゃ1匹やろ。でみんな言うてたら、大川君が、いやちゃいますよ、猫がそれぞれイワシを1匹ずつ加えたら足していったんですよ。加えていったんですよ。だから6匹ですよって、3足す4を間違えるんですよ。簡単ですけどね。残念なんですね。残念ですね。すごいでいい、吉本興業。いや、これはちょっと恐ろしいですよ。今年の5月にですね、はい、世紀の一戦が行われるというので、ラスベガスで、パッキャオとメイウェザーというのが戦うということで、こうボクシングファンとしてはこれはどうしても生で見たいと、これなんとかならないかなということで、いろんな人にこう力を貸していただいたら、チケットが1枚だけ手に入ったんですよ。1枚だけなんですよ。でもこれは行くしかないということで、人生初の一人旅です。一人ラスベガス、一人ラスベガス、日本国内も一人で旅行なんか行ったことないですよ。これでもこの試合見るためにはもう一人で行くしかないっていうんで、もうめちゃくちゃビビってるんですよ。もうドキドキしてるんですよ。成田初なんですけど、もう千葉ですよ、そこ行くのにもうビビり倒してるんですよ。俺気づいたら3時間前に着いてたんですよ、ね。ほんでとにかく何かあったらあかん思って、中入らんと、もし飛行機乗り遅れたりとかやったらえらいこっちゃと思ってるから、もうすぐ入って、ほんで僕旅慣れてないから、中入ってもなんかいろいろあんねや思ったら何にもないんです。だから入ってもうたら、イミグレーション入ってもうたら、入ってもうて何にもない、3時間ある、もうラウンジ行くしかないって言って、俺ラウンジ一人で入って、やることないし、ビール飲んで、ワイン飲んで、ウイスキー飲んで、もうベロベロですよ。千葉でベロベロ。ほなちょっと帽子の大きいマダムに声かけられて、あなたとか言って、大ファンなの、写真撮りましょうとかって写真撮ってもうたりしながら、でベロベロでやっと3時間経って飛行機乗りました、携帯を充電せなあかん思って、で充電器さし、俺の充電器はまたあの一番コード短いやつなんですよ。でこれコードあの電話差し込む、床にもつかない、この上の棚にも乗らない、だからちょうどあのやり終わったバンジーみたいな感じなんですよ。もうしゃあないわ思って、でも酔うてるし、そのまま俺離陸前に寝てもうたんですよ。ほんでしばらくして起きて、ご飯でも食べようかなと思ってパッて見たら携帯ないんですよ。携帯外れてるやん、とかってシートの下とかこことかどこ探しても携帯ないんですよ。いや初の海外一人旅、携帯なしはこれ無理やで思いながら、もう探して探してたら CA さんが来られて、どうされました、いや携帯がないんです、調べましょうとか言って、ペンライトでシートの下とか見るんですけど、どこ見てもないんですよ。
ほんで俺の後ろに3席あったんですけど、リリー君の時にスーンって向こう行ったんちゃうかなと思って、はいはいはい、ちょっと後ろの方にも聞いてみますとか言って、すいませんって後ろの人3人立ってもうて、そのシートの下とか見るんですけどないんですよ、はい、うん、ないですとかって、はい、シーさん、あの本当に携帯刺されてました、うん、このコードは見たこと、あの見覚えあるんですけど、携帯なんかなかったようなみたいな、いやいや俺刺す、いやでも酔ってたけど、いや刺した、いや絶対刺してますみたいなことになって、でもこれどうしましょうってなったら、ついてとにかくお客さん全員出てもらって、整備士にこのシートをめくって中調べてもらうしかないって言うんですよ。そこには僕は立ち会えませんって言うんですよ。いやそうですか、だからどうしようもないです、まあ、とにかくお食事でもされますかとかで食事出されるんですけども、味全くしないですよ、気になるよ、携帯ないって、ほんでそっからサンフランシスコでトランジットなんですけど、サンフランシスコまで俺何回も探すけど全然ないんですよ。ほんでもう降りてくださいと俺飛行機降ろされて、ほんで CA さん親切に、もし出てこなかった場合は、ここに電話してくださいみたいな紙渡されて、ここに電話するその電話がないんですよと思いながらも、ありがとうございます言いながら、でもあの入国審査イミグレーション並んでくださいって言われて、今整備士がやってますからとか言って、ほんと俺並んでたら、結構そんな時に限ってなんか結構スムーズにみんなこう入っていって、あと3人で俺もアメリカ入国なんですよ、携帯ないんですよ、これどうすんねんどうすんねんって肩叩かれて、パッて見たら黒人の整備士さんが俺の iPhone をって出してくれたんですよ。俺初対面の人と初めてうわーハグしてサンキューサンキューって言ってよかったと思ってラスベガスなんとか行けて、ほんで試合中、俺ラスベガス2回目なんですけど、20年前ぐらいに友達と行ってるんですよ。その時にちょうど MGM の前にバーンってポスター貼ってあって、タイソン対ホリフィールドって言ったの、タイソンが耳かんだ試合の間もなくゴングみたいな時に行って、これ中で見る人ええなと思ってたんですよ。っていうその MGM 憧れの MGM に俺一人で入って、うわここかとか思ってたら、いろんなこうセレブリティの人たちが会場のモニターに映し出されるんですよ。いろいろ言ってたね、レオナルド・デカプリオだ、ロバート・デ・ニーロだ、ほんなホリフィールドってバーンって、うん、ホリフィールドも来てんねやと思って、すげえなー思ってたら、こっちからタイソン歩いてきたんですよ。うわータイソンやー思って、ほんなみんながタイソンタイソンってブワー寄っていくじゃないですか、ほんならタイソンバー歩きながら全然知らんおっさん寄ってきた、そのおっさんが持ってるポップコーンめっちゃ食べるっていう。知らんおっさんポップコーン手数すごいね左出るなみたいな、あいつだけですよ MGM で人の耳と人のポップコーン買うなっていう旅で楽しかった。でもまあセレブがいろいろいましたけど、もちろん写真なんて撮れることもできず、でも唯一俺はこの旅でセレブとツーショットで写真撮ったんですよ。これがその行きのベロベロの成田空港で撮ったのが、その帽子の大きいマダムが、これがアパホテルの社長やったんですよ。どうしたか、だから俺 MGM のセレブとは取れませんでしたけど、APA のセレブと違う。これが一番の思い出です。これは、1週間ほど前の話なんですけど、あの今ちょっとドラマをやってまして、撮影場所がですね千葉の結構奥の方なんですよ。それも朝早いっていうことで、前乗り前日にマネージャーと2人で車で向かったんですよ。着いたらまあ1時ぐらいやったんですけど、夜中の、まあ腹も減ったなあ言うて、でもまあ何もないとこでまた1時なんでどうするって言ったら、ポツンと一軒だけその都内とかにもよくあるそのチェーン店の居酒屋が、あの赤い看板の居酒屋が一軒家があったんですよ。ほんでまあ田舎の方なんで、その居酒屋の前に駐車場があったりして、ああもうここ行こうかって、俺こんなとこあんまり来るわけじゃないんで、久しぶりにええわーと思って、あ行こう行こうって車止めて、さあ水あるかなと思ったら、従業員出入り口からゴミ持った店員さんが出てきたんですよ。ほんでその奥の方にゴミ置き場があるんですけど、そこにその蓋を、ゴミ置き場の蓋パーって開けて、ドーン捨ててゴミを、ああ見てますよ。シーンってしてるのがもう響き渡ってるんですよ。まあよっぽどね、まあ、疲れてはるんでしょうね。まあまあこの仕事も大変だろうな思って、ここで僕バーって入ったら、
思いのほか明るくて、結構そんな時間なんですけど若い人がバーっていてて、結構ああみたいな、ジュニアみたいになって、ほらマネージャーがちょっとすみません個室ないですかって言ったら、奥にありますどうぞって案内されたんですよ。ほんで個室入ったら掘りごたつでめっちゃ綺麗な、あこんなとこのそういう個室ってすごいこんなちゃんとしてんねやー思って、ほんで店員さんさ呼ぼうってピンポンって押したら、お呼びでしょうかって膝ついてこうやって両手で襖開けるんですけど、そいつなんですよ。ああ嘘つけ嘘つけ、いやいやいや絶対そんなやつちゃうもん、そんなやつちゃいますから。まあこの世界言いますと、さあいろんなタイプのスターの方々がおられますよね、はい、その中でも僕衝撃を受けたのは、あれ2ヶ月ほど前ですけども、はい、いい笑っていいともの、春の祭典があったんですよ、はいはい、僕も出させてもらって、いろいろその月9チームとかいろんなドラマのチームで、我々あの笑っていいともチームでこういろいろゲームするわけですよ、はい、ね、ほんならもうみんなもちろん真剣に一生懸命やるんですけど、さあ優勝はって言ったら、木村拓哉さん率いるチェンジ、ね、チェンジ、月9チームなんですよ。やっぱりすごいなと、やっぱここで優勝しやるわと思ってたら優勝しました。さあさらにこのゲームに成功したら賞金200万かなんかは乗っかりますと、そのゲームっていうのがあのテーブルクロスにワイングラスがいっぱい置いてて、これをワイングラス落とさず引いたら賞金200万ですと、それまでがものすごい盛り上がってて、あれ生放送です、ね、もう残り10秒なんですよ。ほんでもスタッフ全員もうこうやって早くしなさい早くしなさいって、ほんでも出てきてワイングラスうわ乗ってるテーブルクロス、もちろん木村拓哉さんがじゃあやりますと、で10秒前言ってるんですけど、木村拓哉さんも一切動かないんですよ。生放送10秒前ですよ。9、8、一切動かない、もうスタッフ全員うわーってやってるんですよ。7、6、5、一切動かないですよ。どうすんねんどうすんねんって、4、3ってなった時に初めてバッてテーブルクロス持ってふわーってやったらワイングラス一切動かず大成功ですよ。3、2、1であのテーブルクロスバー投げて、テーブルクロスがうわー舞う中番組バーン終わったんですよ。もう全員芸能人かっこいい。すごいなと、そんなもん我々ならもう銃でもうわーってガッシャーンですよ。ガッシャーンやからね、何よりもね。ほんでもテーブルクロスで最後吹いてるみたいな、それが3秒前まで一切動かず、3、2、1で待ってる中バーン終わったんですよ。すごいなぁ思ってて、昨日ですよ、昨日ね、僕あの NHK で携帯大喜利っていう生放送の番組を司会が今田耕司さんで、審査委員長が板尾五次さんでやってるんですよ。ほんでさあ番組最後に、審査委員長の、板尾五次さん、ここであの視聴者の皆さんに、一言お願いしますって言って、それが生放送7秒前なんですよ。ザ・スタッフザ・ブレー7秒前、板尾さんお願いしますって言ったら、板尾さん7、6、5、もう全くもう全くの無表情でカメラがずーっと寄ってくるんですよ。5、4、3、2、1言って番組終わったんですよ。何か言えよ終わったぞ。ただの放送事故です。かっちょ悪いやスターですよ、スターですよ。いろんなタイプのスターがあるなと。ほいでまたあの人はその後別に何にも気にしてないからね、正直一言の謝りもなく。10月に、今田さんと東条さんがやられてる番組が名古屋でリニューアルされて新しく始まると、はい、それが内容としては、芸人とかタレントさんがまだ世に出ていない、若手とか、後輩なんかを紹介するという番組なんですよ。
それの一発目のゲストに僕呼んでいただいて、でスタッフさん来てもらって誰にしましょうっていうんで、僕はその後輩に中本ってやつがいるんですけど、通なっかの中本ってやつがもうめちゃくちゃ面白いと、でいろんなこのトラブルに巻き込まれたり、いろんなことがこう巻き起こったりするんで、その中本っていうのを僕はその番組で紹介したいと、それ1時間も中本やったら中本を1時間行くんですよ。ほんで中本さんどんな話があるんですかみたいなことを聞かれたんで、その中本がパチンコに買ったんでマッサージに行ったと、うん、マッサージで、まあ、狭いマッサージなんですけど、こうカーテンで仕切られたマッサージ、じゃあちょっとお待ちください言って待ってたら、向こうカーテンの向こうから「てめえ怒りしなくなるわ!」って言って、うん、おっちゃんの怒号が聞こえたと、ほんなら施術してたそのマッサージ師のおばちゃんが「すいませんすいません、私 の, あのマッサージに何か不適はございましたでしょうか、いや俺はこの界隈のマッサージあっちこっち行ってるけど、あんた腕はピカイチだよ、うん、では何でしょう、あんたさ汗かきすぎなんだよ、あんたおっさるとこおっさるとこビラビラじゃねえかこの野郎って聞こえるんですって、何やこれめっちゃおもろいやんって中本笑い声、あの笑いこらえながら、ビチョビチョじゃねえかてめえこの野郎、これ見てみろよお前、こんな濡らしてよ、お前マッサージ師だったらよ汗を抑えるツボとかあんだろ、それ押せよ、もう押してるんです、じゃあ聞いてねえじゃねえかよそれもう腕噛みながら笑ったらあかんわけ、あんなんだよてめえこの野郎っておばあちゃんが泣き出して、ほんとすいませんほんとすいませんでしたって聞こえた、ほんなら、まあ言い過ぎたと思ったでしょうね、これで拭きなよ、いや涙だよってカーテンの向こうで、そのおばちゃん汗拭いたらしいですよおっちゃんが出したタオルなのかハンカチなのかで、いや涙だよ、いや汗拭いてるよおばちゃんって、もうブラー噛みながら笑いこらえたと、もういいよお前もう帰れよこの野郎とか言って、おもろいなと思ってしばらくしたら、お待たせしましたってさって開いて入ってきたのが面パンパンのおばちゃんやって、あんたかいって思わず中本が言ってもうたら、全員我慢してたんでしょうね、マッサージ中ドガー受けたんですよ、あんたかいで芸人人生で一番受けたみたいなそんな話をいっぱい持ってるやつなんですって、いいですねって言ってその番組に挑んだ、で俺がいやこれ中本ってやつがいて、あそうなんそんなおもろいんやそうなんですって、じゃあ中本ですって登場した、ほんでもういい空気なあ中本なあ、あのマッサージ行った時もな、いやそうなんですよマッサージ行ったらおっちゃんの声聞こえて、汗かきすぎなんだよって言って、すいませんすいませんって言って、いや、これで拭きなよ、いや涙だよって言って、そのおばちゃんが泣いたっていうくだり全く丸々言わずに話進めてもうたもんやから、今田さんも東野さんも えどういうこと涙だよって何や涙だよって、もうツルンツルンに滑ったんですよ、その話が、おもろいのに、ほんで収録終わってもつ焼き屋この字のカウンターも煙もくもくの熱い店で、で中本が「俺ホント今日はもうやってしまいました」みたいな、なんで俺15年もやっててこんなことになるんですか、俺ホントせっかく自分はこうやってああってまた泣き出したんですよ、そこで、ちょっと俺いやもう大丈夫やそんなとおもろいなって、いや俺ホント15年もやってて子供も嫁もいて俺情けないっすよってうわ泣き出したんですよ、この字のカウンター若い人いっぱいいる、俺が後輩いじめてなんか泣かしてるみたいに見える、ここはちょっと笑いでドカーンと盛り上げなお前、そうや思て熱いお店、おしぼりだったからこれで拭きなよって言ったら中本が言うて涙拭くんですよ、いやそこは汗を拭いて、いや涙だよドガーンってやらせて普通に説教始まる怒る気なかったいやあのね、いやもうこれもうなんてないね、はい、なんてない話ですけど、はい、まあ短い話ですけど、はいはいはい、もうねそのまあうち、まあ、仕事するとね、はい、その残念な兄がいるわけですよ、はいはいはい、ねほんでそのねもう
皆さんは、はい、面白いなみたいな感じでこう、ね、はい、言うてくれますけれども、はい、もうずっと一緒ですから、はい、もうね笑えないんですよ、はい、もう腹立つんですよ、はい、でだいぶ前ですけどなんかねアイドル雑誌があってアイドル雑誌のもう後ろの方で女の子の悩み相談みたいな、コーナーがを連載してたんですよ、はいはい、そのアイドル雑誌の後ろの方でね、うん、ほんでなんかこんな悩みがあるんですけどどうしたらいいですかみたいなね、こう我々が答えるみたいな、ほんそれの取材の日やったんですよ、はい、ほんで行ってほんで、また担当の人が来てはらなくて、はい、ほんでバーって担当の人が来はってで、まあ、その来はる前にそこの連載してる時のアイドル雑誌がこう置いてあるってそれをこう政治が見てたんですよね、はい、ほな担当の人がバーって来はってああの政治さん今回すごい写真写りいいですよってほうちょっとした写真も載ってるんでねそのページに、はいはい、今回すごいお兄さん写真写りいいですよって言われたら政治が俺はもうはっきり見てんけど、はい、なんでか知らんけど、はい、一瞬だけファッて表紙見よってお前がアイドル雑誌の表紙をなんで飾ってると思ってん残念ですね、セルさんまだ俺はどう思うとこいつくんですよあ、ほんまみたいなのすごい大阪の街をねまだあの大阪でやってる頃に夜中、はい歩いてたんですよ、ね、ほんならまあどう見てもあこの人怖い人やなっていう人が結構もうベロベロなんですよ、ね、でバーフラフラフラって来て「うん、おおお前ジャルグなのお前弟やんけ」ってなって「あはい」言って「まあ行こう」思ったら「まあ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 待て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 おい、うん、おい何しようねん」「いやあのもう帰るんです」「んなこと言うなお前ちょっとおいあの兄貴に紹介したいからちょ来い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 いやいやいいですいいですじゃあええから来い言うてんねんグワッ捕まるベロベロなんですよ、はい、いやあの本当だからええったら来いよおめえガーッ連れていかれて、はい、焼肉屋さんに、はい、ねでガーッ連れていかれてもう奥の方にまあまあそういうまあ偉い人でしょうね、はい、人が明らかに俺より若い女性、はい、5、6人こう横に座らせて、はい、こう肉食って酒飲んであるんですよ、はい、ねっ「お前座るここ」ってバーン「あの兄貴」言って「はい、あこいつあの吉本の千春兄弟弟ですね」とか言って、はい、ほんならそのね、はい、偉い人は「知らん」言いながら「さあ知りやらへんよ」な言うたらその黙ってたらええのに一緒に座ってるそのホステスが、はいはい、あいつも見てんでみたいな、はい、頑張ってんなーとか、はい、明らかに俺より年下ですよ、はいはい、頑張ってんなーとか言われてでお前あの連れてきた人がじゃあお前ええから飲めや飲めいやあのいいですいいです、はい、俺の酒が飲まれんのかおらー言って、頭髪の毛わしづかみで壁にガーン、ガーンガーンガーンやられて、はい、もう周りもああいう時冷たいなぁ誰一人その、はい、助けようともしてくれはらへんし、はいはいはい、ガーンガーンやられたいただきますいただきますって、はい、おい飲んで、はい、じゃあお前あのうちの兄貴にサインせって言われて、はい、いやいやサイン言ったって、うん、知り合らへんから、うん、俺のこと、はい、一切その価値があれへんそうですそれ知らないですもんね、はい、あい言ってその人のまだその若手の人しくじこんでこい言うて、はい言うてもういかんでーてー思いながら、ばー言って、ほんでその間、ちょ、お前飲めー言うて、ぐわー飲まされて、じゃあ飲めや、いやもうほんと、もういいですから、だから飲め言うてんねーって脇腹、ドーンって言うて、言ったら、あの、サイン色紙来て、ガーッ書いて、ほんで、なんて書いたいんですか会長さんへって書けー言うて、はい言うて、会長さんへって書いて、で、渡して、ほんであのもう失礼しますもう帰んのかいってなってすいません言ってバーって思って出たんですよ、はい、出たらそのサイン色紙を買いに行ってた人が、はい、一番下の人が、はい、出るや否や、はい、すいませんでしたって言って道頓堀の真ん中で土下座しだして、うちの兄貴は本当にあの酔うたらあんな風になるんです本当申し訳ございませんでしたって言って、はい、バーって
30万ぐらい、すいませんでした、これ持って帰ってくださいってなってんの、ほんで俺いや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 ってなってんのけど、バッて見たら周りは全員俺のこと知ってますよね、明らかにチンピラから30万を巻き上げてる、すごい状況に皆さん、いや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 言って、ほんでそっからね5年ぐらい経ったんですよ、ほんでね、あのダウンタウンデラックス、はい、ダウンタウンさんがやってある番組出てて、当時ね、あの視聴者が見たっていうコーナーがあったんですよ、ほんならね、はい、道頓堀でチンピラ風の男からお金を巻き上げている千原ジュニアを見ました、ダッタダタタダタタタ誰がやるの兄がいるんですけども、はいね、はい、彼は本当にですね、はい、人の心にズケズケ入っていくというか、もう本当にデリカシーがなかったり、うん、でもその頭もね、うん、かなり悪い方なんですよ、うん、でも彼が僕はまあ一緒に仕事でベトナムにね行ったんですよ、はいはい、ほんでまあ長1日あの休みがあって、うん、あ天気もええしちょっと外出ようかなって出たら、うん、あベトナムっていうのは、うん、そのバイクの後ろに日本人とかその観光客を乗せて、ね、こう街をこう見るというね、うん、そういうのがあるんですよ、うん、ほんで日本人が泊まってるホテルの前にはもういっぱいそのバイクにまたがったおっちゃんたちが待ってはるんですよ、うんうんうん、ほんで片言でお兄さん乗るみたいなことをね、うんうんうん、言い張るんで僕はあのいいですって言うて、うん、パッて見たら、うん、セイジが後ろにベトナム人のおっさん乗せて走ってたんですよ、うんホーチミンをぐるぐるぐる回ってたんですよ、なんでよ、いや俺いっぱい出すから俺に運転させろなんで乗りたいねん、まあ、タクシーになりまして、仕事でうちの会社吉本興業がありますところまで行かなあかんと、うん、僕寝坊してしまってもう時間がえらいないんですよ、うん、でやばいなと思ってタクシー乗ったんですけど、うん、えらい混んでて、うん、で運転手さんこれ、5時にうちの会社まで行きたいんで千日前まで行きたいんですけど、うん、5時間に合いますか、いやこれ混んでるからなどやろな言ってものすごい親身になってくれはって、うん、あ兄ちゃん芸人さんやな、うん、いやどやろな千日前通り次第やなと、うん、もうすぐこれまっすぐ行って右曲がった千日前通りなんですけど、これここ混んでるけども抹茶町筋は千日前通りが空いてたまにはと思うねんけど、やろなどやろなぁ言ってえらい親身になってくれって、はい、ありがとうございます、まあ急ぐわな兄ちゃんそれな遅れたらあかん言ってで、あ言ってくれやって、はい、でやろなぁ言って千日前通りパッと入ったんですよ、めっちゃ空いてたんですよ、うん、その瞬間におっちゃんがやったぜベイビーって言ってね、僕の知る限りやっぱベストワンナンバーワンは、うん、板尾いつじさん、あ板尾さん、はい、これはすごいなと思ったのは、はい、あの映画で僕共演することになりました、はい、板尾さんと、はいはい、ほんでね富士山の麓にある、はい、もう本当田舎の3階建ての旅館みたいな、うん、そこの3階に僕と板尾さん、はい、あの泊まってたんですよ、でまあいつもその映画の撮影が遅いので現場でご飯食べるんですけど、その日だけたまたまちょっと早めに終わって、うん、斜め前に一軒だけ居酒屋があるんですよ、うん、ほんで「ジュニア斜め前のあっこ行こうか」言って「うん、あっお前ですか、あお願いします」言って、ほら鍵をどうすると、うん、これを撮影の時はもう絶対フロントに預けて撮影行くんですけど、うん、斜め前やしなこれどうする言ってたんですよ、うん、ほんでもう兄さんも斜め前なんでもう預けんと持って行ったらええんちゃいますか、うん、そうやな言って、ほんで預けずに行ったんですよ、うん、居酒屋でご飯食べて、ほんで板尾さんにごちそうしていただいてご参したー言って、うん、ほんで帰ってきたんですよ、うん、帰ってきて板尾さんポケットから鍵出してフロントにドン置いて帰っていったんですよ、うん、ほら2階の踊り場で あちゃうわ言ってためっちゃ言うて焦らんと、あちゃうわコンパで1回ボロクソに言うてた女と後日手繋いだあのですね、我々その吉本興業ね、まあ、いろんな芸人さんいますけども、僕はね過去こんなにそのピュアな芸人を見たことがないというかね、サバンナの八木君っていう子がいるんですけど、本当
にもピュアで、まあ、あの、いろいろ天然とかいう芸人さんいますけど、僕はもう、自然やった。山とか、川、風、ヤギ。自然界のもの。自然なんですよ。ピュアすぎるんですよ。まあ、京都の田舎で育って、で、18歳で初めて大阪に出てきて、芸人になった時に、僕とですね、あの、剣道小林と、はい、で、その18区の八木君と、3人で大阪の、南という町をこう歩いてたんですよ。ほんなら八木君、その、路上で生活しておられる方を、生まれて初めて見たんですよ。で、まあ、いろんなとこ、こう寝てはるじゃないですか。はいはいはい。ってなってピュアやからね、このえ何してるんですかって僕と小林に聞くんで、俺と小林がここはちょっと行っちゃということで、いや、あの、死んではんねんと、ってなって、まあ、そんなことも忘れてたんですよ、はい、ほんで当時ありました劇場2丁目劇場の楽屋で俺と小林がこう喋ってたら、ドーン入ってきて、ヤギが嘘つかないでくださいよって、何のことか分からへんから、ええー、言ったら、その発言を信じて、僕ずっとあれ以来そういう人を見かけたら拝んでたんですよ。こんな何を拝んだねって言って、それは怒られるわね。怒られると、縁起でもないと。そりゃそうですよ。こんなね、ピュアなヤギ君が、ボンボンやねんな、言ってたんですよ。すごいらしい。でもいい子いい子って育てられたんで、そういうすごい、まあ、ピュアで、ちょっと前ですけど、夕方にね、あの、金八先生の再放送やってたんですよ。それをみんなこう芸人で見てたんですよ、ね、ほんなもなんか知らんけど、もう八木が言うてるんですよ。鼻息がもう尋常じゃない荒さなんですよ。ほんそのドラマでやってた内容が、その金八先生の、あの、息子さんが白血病かなんかで、輸血せなあかんと、でもその息子さんの血液型が RH マイナスで、血がないと言うてるシーンやったんですよ。ほんで焼きが言い出して、僕ね RH マイナスなんですよ。やばいぞやばいぞ思ったら、まだ間に合いますかね。ほい、芸人全員が、ヤギなるよ。何言ったの？何言って言うたら、ヤギが、あ、そうか、先生、再放送やー。ドラマや。ドラマや。すごいな。キワーやな。自然や。マジメアリマジですよ。こう、初めての体験。まあ、いろいろあるじゃないですか。いろんな初体験が、俺ちっちゃい時に、あ、今嘘つかれてるっていう、あ、俺今嘘つかれてるなって思った、初めて思った時があるんです。それ鮮明に覚えてるんですけど、小学2年の時に俺そろばん塾行ってて、ほんでそろばん塾行くと、4年生の女のだ、まあ、いたお姉さんがこうプリント配ったり、いろいろやってちょっと世話を焼いてくれる人がいて、そろばん塾出たら、そのお姉さんに、俺小学2年生の時ラブレターをもらったんですよ。ほんと、と思って、俺もドキドキしながら、それ一人でこっそり読んで、ほんそのそろばん塾のそのカバンの奥の方しまって、家帰って、でご飯食べて、お風呂入って、でさあ寝ようって、おかんと一緒にこう寝るときに、僕今日、あの、ラブレターもらったって言った、おかんが、えっって言って、それ今どこにあるの、って言ったんで、俺はなんかこう恥ずかしいみたいなこともあって、もう捨てた、捨てたって言ったら、え、何してんのって言って、おかんが俺の肩バッて持って、ラブレターっていうのは、これからももらったら絶対にお母さんに見せなあかんもんなんやで。この距離で俺絶対嘘や。絶対そんなわけない。めっちゃ嘘やな、俺今嘘つかれてる。薄暗い部屋でもうめっちゃ怖かったんですよ。それすっごい覚えてる。その同時期に初めて虫巣が走った日っていうのも俺覚えてて、後々あれ何が走ったんや、あれ虫巣、虫巣やったんや、あれ走ったやつっていうね、初めて虫巣が走った日が俺またそれも鮮明に覚えてて、同じ時期に
誠二と2人でこう寝てたんです、うん、ほんなら、まあ、誠二はすごいガンダムが好きで、その時すっごい流行ってたんですよ。で俺はそこまでガンダム好きじゃないんだけど、まあ、誠二越しにちょいちょいまあ見てて、うん、何個かまあガンダムも知ってるぐらいの、うん、軽く知ってる感じで寝てたら、誠二が突然ズゴックの爪なんぼやんって言ってきたんです、うん、俺小2、誠二小6、うん、なんかズゴックってこういうロボットがいるんだよ、はい、ズゴックの爪なんぼやんって言ってきたんです、はい、で俺はえ何言うてんのやろと思いながら3本って言ったんです、うん、なら誠司がえズゴック3本かって言うからうんズゴックの爪3本あれ俺はなズゴックの爪4本やと思うけどなお前何本やもうねって言うから、うん、え何やこれ思いながらあのズゴックの爪は3本って言ったら誠司がそや自分が間違ってないと思ったら絶対に負けるな。何これ？何やこれ？何やこれ？なんか走ってる。走ってる走ってる。それ。これ虫ずやつ。虫ずか。今走りますね。まあちょっとこじゃれた、はいはい、まあ、喫茶店というよりはカフェという感じのところで。はいはいはい放送作家の松本君っていうね松本ってまあ我々吉本入ってしばらくしてからもずっと一緒にライブやったりまあ番組やったりしてる放送作家の松本君松本と二人でお茶飲んでたんですよ、はい、隣にねなんかちょっとキャリアウーマン的な女性が一人でお茶飲んでありましたよ。そこでこう喋ってて、はい、まあ、もう15、6年の付き合いですから松本とは、はい、ほんで松本にあの山路の話聞いた言うたんですよ、うん、まあ、この山路っていうのはもともとの我々の元マネージャーなんですよ、うん、はいはい、その松本も知ってる、はいはい、共通のまあ知ってるマネージャー、はい、山路今違うんですけどその山路の話聞いた「え聞いてないです」っつって「どうしたんですか?」って言ってほんでその山路がもう、マネージャー離れても何年も経つんですけど「ジュナさんちょっとお願いがあるんですけど、はい、今度あの子供が生まれることになりまして、はい、ほんであの男の子やって分かってるんです」と。はい、そこでそのまあジュニアさんでそのまあ大喜利をやったり、うん、そのなんか物に名前つけたりするのが好きじゃないですかと、うん、名前をちょっとつけてもらえませんかって、うん、はい、言うてきたんですよ、はあ、山路が、はい、でそれのそんなそ、ね、言いながらも、はい、まあそう言うてくれんやったらちょっと考えるわって言って、はい、で山路ですからね、山に、地面の字で山路なんですよ、はいはい、僕はね空海どうやと山と地と空と海全部ひっくるめるみたいな意味もあって大きい子になるみたいなことで空海どうや山路空海どうって言ったらいいですねー言って山路がうわめっちゃいいですよ言ってちょっとあの自覚を調べますって家帰って奥さんと調べたらしいんですよ。ほんならその自覚もめっちゃええとこれはええのモーターよし空海にしようってなってたらその奥さんのご両親が、うん、いやちょっとなんぼなんでも赤ちゃんに空海はちょっと仰々しすぎると、うんね、大風呂敷広げすぎやろそれ言って、うん、それは名前負けするって言ってそれはもう絶対やめといた方がええって言うんでえらい反対されて、はい、で結局心が太い子になってほしいっていう意味で新太心が太いで新太っていう名前を付けました、はいはいはいですいませんでしたなんかせっかくつけてもうたのにって言われたからいやいや全然全然ええけど、うん、山ちゃんあのな心が太いって書いてそれところてんって読むねんそうですねところてんって読むんですよ、はい、ね、結構ポピュラーなみんな結構知ってるぐらいのそうですねよく問題出そうなよく問題に出る、はいはい、ねそれお前ところてんやでと山ちゃんがうわーってなって下田言ってもう名前出してるから山路ところてんって自分の息子につけたんですよ、はいはいはい、ただの武志軍団ですよイベラッキョさんですよ山路ところてんっていうね話を松本としてたんですよ、はい、うわ山路アホやところてん自分の息子に言ってたらその隣でお茶飲んであった、はい、そのね女性が、はいブワーってコーヒー浮き出してすいませんすいません言ってでもあの全部話聞こえちゃっててでもところてんはダメだかわ
そうです。先輩でですね、文珍師匠の一番弟子で楽珍師匠っていう方がおられるんですよ。最近よくルミネなんかにも出られて、すごい優しい師匠なんですけども、その楽珍師匠っていうのはなんていうんですか、ちょっと変わった癖がありまして、性癖が若干ね、若干変わられてるんですよ。いや、それはもう趣味の範囲ですから。仕方がないじゃないですか。それはもう、はい、誰が何を言うこともございません、はい、ね。にお人形さんが好きなんですよ。大人のお人形も大好きなんですよ。あ、女性が大好きなんですよ、お人形の、ね、ものすごい好きなんです。名前を付けてあるんです。トキエっていう、ね、もうトキエを楽珍師匠はもう愛してあるんです。でトキエさんをね、はい、愛してあるんですよ、はい、でこういうなんて言うんでしょう、性ってこう先細っていくじゃないですか。だからこれだけじゃもう満足できないということで、その楽珍師匠一番こう興奮するのは昼間のベランダなんですよ。その時計さんと昼間のベランダで愛し合うのがもうたまらないです。時計さんって人形ですよね。人形です。時計、はい、さん人形です。もうね、もう昼間のベランダで時計さんともうすっごい愛し合ってたんですって。もうすっごい楽珍師匠の愛がすごすぎて、愛すばかりにトーン。時計がね、愛しすぎたばっかりにトーン。昼間ですよ、パッと見人間ですよ。下公園でお母さんが子供と一緒に遊んでますよ。いやー言って、子供の目隠していやー言って、もちろんグシャーってなると思ってるから、いやー言ってたら、ソンソソソソ。え、なんでってなって、パッて見たら上から楽珍師匠が「トキエそう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 」ってなって、トキエさんが、あの時計さんが「そう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 」「無事やった」無事やった、でも時計さん無事やったんで、無事やったよかったです。今も仲良く、今もすごく仲良くされてるんです。今年の9月のもう末ぐらいでしたね、うん、まあもうぼちぼち寒くもなるんで、うん、まあ、ツーリングにね、行こうということで、あ、そうか、バイクまだ乗り出して、バイク最近まだちょっと乗ってるんで、じゃあちょっとツーリング行こうかって言って、後輩でバイク乗ってる子なんか声かけて、熱海に一泊で行こうって、ね、ほんでまあ後輩2人で3人で行こうか、もう1人ぐらい誰かおらんかなとか言ってたら、スピードワゴンの井戸田君が、うん、バイク乗るんですよ、うん、もうほんで空いてるって言うんで来るって言うんですけど、我々は後輩なんかは日本のその旧車なんですね、うん、バイクが、うん、で井戸田君はそのちょっと前に、アメトークのバイク芸人っていうので見たオンエアされたんですけど、もうねゴリゴリのラメ入りの紫色のファイヤーパターンのチョッパーのハーレーなんですよ。ほんでね、これがね、なんかね、いろんな人のもちろんセンスがありますから、それはもう好き好きですけど、やっぱりね、ってちょっとね思って、そのアメトークでもこうだいぶいじらしてもうたんですよ。なんかね、こう本当にカイヤさんが乗ってそうな、アメリカ過ぎるやつ、もしくはポールダンスのお店のステージ上にセットとして置かれてるようなみたいなバイクなんですよ。ほんでそれで熱海まで走るんですけど、もう車乗ってるファミリーカーの中とかがそれ見つけて、アメトーク見てあったんでしょうね、もう車内がもう爆笑なんですよ。その井戸田君のバイクを見て、うわーとか、ほんで他のバイク乗りももうクーなりながら横通り過ぎていったり、ほんでサービスエリア着く、トイレ行く、戻ってきたら井戸田君のバイクをバイカーたちがもう爆笑しながら写真撮ってる。爆笑しながら、そんなにむちゃくちゃウケるんですよ。ほんでそれでもそんな中でも1人2人
伊藤さんこのバイクかっこいいっすねっていう人もいるんですよみたいなことで面白いななんて言いながら熱海着いた、うん、ほら旅館あって道路さんでもう真向かい海なんですよ、うん、でもオーシャンがとこやんか言って体も冷えたし温泉入ろうと温泉入って楽しいな、うん、ご飯食べて美味しいな部屋でわー夜中騒いでた、うん、ほんなら楽しい僕伊藤田君とねお酒飲んだこともない初めてが旅行一泊の旅行やったんですよほんなそんな伊藤田君がいきなり携帯見出したら、うん、うわーって泣き出したんですよ俺初めてやし、うん、え怖い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 え伊藤田君泣き出したんだよほんならちょっとちょっとトイレ行ってきますって言ってトイレ入って長い時間帰ってけえ泣いてたよなさっき伊藤田君泣いてたよなって耳を澄ましたらって話すずってんすよ、便所の中で。ほんで、なになに、怖い怖い怖い思ったら、バーって出てきたら、もう号泣してんすよ、伊藤君が。ほんで、いや、ちょっと、伊藤君どうしたって言ったら、ちょっとさ、今まさに、その、元奥様から、メールが来て、ね、いついつ、再婚することになりましたと。ほんで発表はいついつです、うん、で今後はそのお互いこの代理人なのかその弁護人なのかを介して話しましょうみたいなメールがたまたま俺が初めて遊んだその日の夜に来たんですよ世間の発表よりだいぶ前にもうブワー泣いてるんですよだからもちろん離婚もされてます分かってるんですけどもちろんお子さんも言ってるしどっかでは言うてもつながってるやろというこのつながりがこのメールによってこう切られた瞬間やったんですねふわー泣いてんすよ楽しい温泉旅行ちょっとみんなで海でも行くみたいな感じになって、まあまあ、男4人で夜中の1時、9月の末、砂浜で、うわ、星きれいだ、うわ、月も満月やで、ってほんまですねって、ぱって見たら、もう糸田君もこんなんですよ。一番下の後輩が気ぃ使って、俺、ちょっと、海入りますぞ、やめとけ、やめとけさ、いや、俺、こんなん行けますよって、ばーって見て、海、ざーばーって、うわ、冷たい、冷たいって、うわーとか言って、何してんねんとか言って、糸田君がばーっと飛んできて、俺もちょっと、海入ってきますいや受水やねん受水やねんブワー入ってたあかんかんかんと俺らも二人脱いでうわー入ってうわ冷たー楽しいなーとか言ってんだけどもう一人くんもこんなのもうこんなのずっとめちゃくちゃしょっぱかったと思うあの海しょっぱーいやったと思うよほんでまあそうは言うてもで帰りまたバイクで楽しい旅行やったやんか言ってで帰ってほんなまたいろんな人にこうバイク笑われながらもこう着いて最後のパーキング海老名でほんで着いたらもうバイカーたちにまた写真撮られたりしながらプププププッて笑われながら俺らこうやってラーメン食べてたんですほんならそこに一人のこうバイク乗りの人が来られて「アメトーク見ました」糸田さんのあのバイク見てかっこいいなと思って俺あれからファンなんです、うん、と頑張ってくださいって言って握手して帰っていくその人の後ろ姿を見ながら糸田君が名言を一言「ジュニアさん俺のバイクかっこいいっていう人全員超ダサくないですか?フジテレビでやってるこの「そもさんせっぱ」っていうクイズ番組「なぞなぞ」を解くね「そもさん」言われて「せっぱ」っつってこう答えが分かったらこう液晶パネルにタッチペンでこう答え書いて「せっぱ」なら正解なら「せっぱ」これ間違ってたら「タウオッケ」って言われるっていうのが今やってるんですけど今の枠じゃなくてもっと深い時にやってた時に俺呼ばれて今より少人数で6人ぐらいでこうやるんですけどやってたら
経済評論家の勝間和代さん、はいはいはい、はい、あの人ね、方がね、出てはったんですよ、ね、ほんですっごいこう仕事をこう一生懸命こう真面目でしょうし、頭もねそれはもちろんすごいでしょうから、もう一生懸命その謎謎に取り組みはるんです。でまあある問題が出て全然分かんなかったです誰も。勝間さんが「私分かった!」っつって書こうとしたら、なんか不具合で、ちょっとこれ書けないんだけど、ちょっとこれ書けないんだけどって、まあたまにあるね、たまにあるじゃないですか、あのね液晶画面に書けないって、まあスタッフさん入ってきやってパワーってやったら、まあ 2,3 分ですいません直りましたっていうのがまあごくごく普通じゃないですか。ちょっと書けないんだけどってスタッフさんすいませんって入ってきてお嬢とやってるんですけど、5分ぐらいやっても直んないんですよ。でこれどうやらこれをこれごと倉庫にやるのと入れ替えなかちょっと2、30分、止めますと、すいません皆さん、演者の皆さん、たまりで、前室でお待ちください言うて待ってたんです、まあ、それぞれタレント同士とかマネージャーさんとこう喋ったりしながら、でも問題はなんとなくこう頭の中にあるんですよ。ほんなら30分もあればもう あ、分かった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 、みんながなるんですよ。そりゃそうだ、ね、ほんで、あ、すいませんお待たせしました、あの治りましたんでもう一度スタジオの方にって入った、ほんなら演出の方がすいません、あの多分もう30分もあったんで、さっきの方で皆さんもうお分かりになられたと思うんで、違う新しい問題に変えていいですか、もちろんお願いしますって言ったら、その和田さんが絶対に嫌だから分かりました、私は分かったんだから、最初に分かりました、すごいこう真面目な方やね、はい、分かりあったからね、私は分かったんだから、これはこの問題をやらないと、あの私それは納得できないってなったんですよ。ほんで、あ、すごいこう、こう仕事に真摯に取り組む勝たないなと思って、ほんで演出の方が、いやでも皆さん多分分かって、こうあの書くのの早いもん勝ちみたいになるんで、変えた方が、いや私はこの問題分かったんだから、分かったっていうことを やらないとそれは納得できないってなったんで、その演出の方が、じゃ あの同じ問題のままやらせてもらっていいですかって、もうここは、あ、分かりましたっつって、じゃあほんま、いきます、3、2、1問題出て、はい、出て、あ、加藤が書いて、もうね、スーパーって言ったら、タオウォーキいろいろ松本さんがお世話になってまして、はい、ある時ですね、うん、木村さんとキム兄と松本さんと3人でちょっと温泉行こうか言って、はい、要はあの温泉旅館に泊まらせてもらうんですけど、はい、じゃあ今回あのホテル行ってみひんか言って、はい、ね、温泉のついたホテルに3人で行ったんですよ、はいはい、でまあまあ楽しいな言って朝起きて朝ごはん食べに行こう、3人とも浴衣でね、はい、食堂みたいなとこ行ったんですよ、結構離れてるんですけど、はい、で行ったらさあ入ろう思ったら、あ、お客様すいません、部屋に一旦帰っていただいて、うん、私服に着替えていただかないと浴衣のままでは入れませんって言われたんですよ、まあ、もちろん僕が一番後輩ですから、はい、これはもう僕がパパッとさばかんとあかんな思って、はい、いやいやちょっと待ってくださいよと、うん、なんで浴衣やったらあかんのですかって聞いたら、うん、いやあの他のお客様に迷惑になりますんで、うん、いやあのね浴衣で朝ごはん食べてて誰のご迷惑になりますと、うん、誰の気分を害します、うん、って言うてたら、うん、キム兄が、はい、おらおら言うて俺の前で、はい、その人店員に、はいはい、お前じゃもう話にならんのじゃ支配人呼べこらほんなら支配人来あって、うん、すいませんどうされましたか、あ、浴衣で飯食うたらあかんよ、どんねんどれすんねん言うたら支配人が、うん、すいません、お部屋に戻られて、うん、私服に着替えていただいて、来てください、なんでじゃこら言うて、聞いてないと、はい、そんなことは聞いてない、うん、言うたら支配人が大変申し訳ございません、どないすんねん、いや部屋に戻って私服に着替えて、なんでやねんこらー言って、いや他のお客様もよく言われるんですが、ほんな改善せえやーなんてどないすんねん、すいません部屋で私服に着替えていただいて、なんでやねん言うてる間、ずっと支配人の耳元で松本さんが、俺の私服浴衣やったらどうすんねん、俺の私服浴衣やったらどうすんねん、浴衣のままどうぞ。素晴らしい。あれほんま結局浴衣のまま食べたもん。食べました。ね、
いろんな世の中、いろんな事故がね、あるじゃないですか。ね、いろんな事故があって、でも事故には会いたくないなというね、ことを思うんですよ。ね、でいろんな事故があって、例えば人と会話してても事故ることがあるじゃないですか。なんで今それ言うてもうてみたいな。ね、これ偶然のね、アクシデント。あのダジャレ事故がね、ダジャレ事故がねあって、例えばね、そんなつもりないんですけど馬肉食べてうまーとか、あー事故ってるなーってこうね思うんです。で後輩なんかもよくね、あの、あ兄さんタバコすいません、はいはいはい、すいませんやんっていうね、まあ、事故ってあるなと。でも それをそうは言いません。僕はただただ気になるだけで、ね、あ今事故にあったなとか、もう自分が正面衝突したことがもう忘れられないです、ね、気をつけてるつもりなのに。これはね、松本さんも一緒にいたと思うんですけど、まあ、ある、まあ、テレビ関係者でもう辞めはった人が当時こう喋ってて、その人が最近ちょっとこの男性としての元気がないんやと、うん、あらね、ほんでまあそういうところで、こう処方していただいて、はい、そのお薬を飲んで元気にしてるんやみたいな話になって、はい、うん、普通の元気のない人たちはまああんなも半錠やと、うん、はい、ね、一錠半分割ってで元気が出るのに、これはもうジュニア2錠飲まな、うん、もうあかんねんって言われた時に、うん、それは立ち悪いっすねって言うてもうたこれがね、わざとならポイントですけども、うん、もう偶然の場合はこれ事故です、うん、もう顔真っ赤っかです俺、うん、なんでここでそれ言うのみたいな、うん、ね、うん、でまあのいろんな人も事故られて、あ事故ってあるな、あ、うん、俺松本さんが今ちょっとこすったなっていうのを覚えてます、うん、温泉行って、はい、近所の酒屋で、うん、高い日本酒買って飲んで、うん、美味しいなジュニア、おんまさんうまいなうまいな、こんなもん言って松本さんが、うん、こんなうまい日本酒うちの親父一生飲まれへんやろなって、うん、そこで一生はちょっとこすってあるなってでもそれ言われへんし、今こすりましたねとは言われへんし、はいみたいなことがこうあるよ、あるあるっていうダジャレ事故ある。だから一方で、うん、T シャツ事故っていうのがありまして、うん、まあ、簡単に言うと例えばなんで今日それ着てきたんだよね、ディズニーランド、うん、キティちゃんの T シャツで、うん、もうネズミ逃げ惑うでみたいなことがね、うん、あって、後輩と毎年あの沖縄行くんですけど、うん、ほんなんなんでそれやねんみたいな、後輩が、うん、グアムって感じ当てつけかと来年こそはかたまたまなんやろうけどね、昔、うん、あのまあ、賭博で捕まり合った野球選手の方が、うん、家の前でインタビュー受けるみたいな時に、うん、トランプの柄なんですよなんでそれ来たインタビューあんのにもうね、自分もあります、うん、最大の T シャツ事故があって、それこそ十数年前にヒロミさんが司会やってはったんですよ、特番かなんかで、ほんでね、我々あのベトナムでロケやって、それを中継でつなぐみたいなのがあったんですよ、で、あの東京のスタジオはヒロミさんがいてはって、うん、福留さんとヒロミさんがやってはって、ほんでその時にベトナム初めて行って、なんだかんだで向こう安いんで、うん、T シャツをね、バッと買ってきて、うん、で、ね、一時俺着てたんですよ、赤で、黄色い星のベトナムの国旗の T シャツなんですよ、それ来て歩いてて、家の近所にベトナム料理屋見つけて、あ俺美味しいから、うん、あベトナム料理好きなんで行こうって入ったんですよ、うん、入ったら、うん、店員のユニフォーム全員その T シャツ、ベトナムのベトナムの国旗のってなって、もう俺入ってもうてるから、うんうん、座ってるし、うん、ほんだら出てくる店員、出てくる店員って厨房からコック出てきてクッてなって、帰られへんから頼んで食べてるんですけど、これもただのまかない食べてるあれですこんなどえらい T シャツ事故あんのかそっからこうやっぱ僕はあの無地の T シャツに被らないようになんとかこうしていくようになるんですけど、そんなまあいろんな事故があるなと思う中、うん、この間、うん、初めての事故を目撃しまして、リズム事故、うん、リズム、うん、完全なるリズム事故、うん、
シャレッシャレの居酒屋さん行って個室の何人かで行きました。見てたら「あこれとこれとお願いします」とか店員さんに「かしこまりました」とか「サザエのつぼ焼きが」と「あ俺好きなんで、あサザエのつぼ焼きありますか？」「はいございます」「あ人数分ありますかね？」「あご用意できます」「あじゃあお願いします」って言って、ほんでまあ来て頼んだ何だしてたら店員さんが来て、そんなつもり全くないんですけどはっきりと「サザエでございます」サザエでございますって言った瞬間自分の声が耳入ったんでしょうね。顔真っ赤あのうちの残念な兄と大阪に仕事新幹線で向かってまして、まあ、えらいよう寝よるんですよ、ね、寝てるんで新幹線着いたんで「おい着いたで」言って、そしたら「ありがとう」言ってジャンプと切符持って駅員にジャンプ渡してましたなんぼやねんと、ね、東京新大阪安いですね。安いやそんなでしょ200円くらい。アニーなんですけれども、当時あの大阪に2丁目劇場というところがありまして、はい、まあ小さい劇場なんですけれども、はい、楽屋が2つあって、奥の楽屋と手前の楽屋と、僕バーって何気なくその楽屋に向かって歩いてたら、セイジの声でね、いや今年の1位はな西武や、ほんで2位は大栄や、うん、でいやちゃうねちゃうね残念ながら近鉄は4位や、うん、っていう偉い声高々に聞こえるんで、うんうん、なせんやろってパッて見たらスポーツ新聞広げた政治一人やったんです。ちょっと怖いですよちょっと怖いですよわー言うてもうたこわ面白い怖い独り言でちゃうねんちゃうねんってどういうことやったのね。あのですね僕まあちょっと旧車というか、まあ、ちょっと古い車乗ってるんですけど、ほんで、まあ、バーってね、ちょっと女の子を迎えに行こうと思って、うん、でこう走ってたんですよ、うん、僕はそれ右折したいんですよ。でもこっち直進車両がこういますからこう待ってたら、ファーって来たタクシーがパッパッてパッシングでね、どうぞって、どうぞよね、君右曲がりたいんやろ、うんうん、いいよいいよ行ったら、うん、みたいな、はい、ね、空車なんで、あ優しいなー思って、ありがとうございますと思って、ファーって行ったら、うん、そのタクシーも後ろパーってついてきたんですよ、うん、ね、うん、結構まあ10代ぐらいなんですけど、今まあ待ち合わせしてたんでパーってまあ女の子いてたんで止まって、ね、ほんで乗せて、ほんでパーって投げなくバックミラー見たらシャメールでバシャって取ってブーンって行ったんですよ、うん、あうわ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 、ほんであかんあかんあかんってなって、で追いかけて正味の話、はいはい、追いかけて向こうも結構もう行くんですよ、あかんかんってなって、病院のね駐車場的なんかこっちにあって広なってたんで、そこ前ぐわーっと止めて降りて行って、ちょ何してんのって、うん、はいはい、何、うん、いや何やあれへんと、今完全に写真撮ったよな、うん、いや道譲ったんだけどね、いやいや関係あれへん、うん、何撮ったん、何を撮る必要があんの、うん、いやああの車珍しいなと思って、いや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 、うん、今完全に撮ってんの、うん、ちょもう出して、うん、出して、うん、なんで出さないといけないの、ちょもういいから出すよってなってバーって見たんですよ、うん、女の子も俺も全く映ってない、まあ、車だけならしばらくしたらバーって画面変わってバーって他の旧車ばっかり車好きで、ほんま車好きほんまや、あんま走ってへんからみたいな自意識過剰で、ああなるほど、まずね思ってしまいますよ、一応まあ消しましたけど、うん、言うてる手前消しました、消した、いや俺車取られるの嫌や、俺これは嫌やから、あというふうに車後ろから取られるのほんま嫌やから嫌なすり替えしたんですね嬉しいんですけどね、取られるだけで考えたら、車好きからすれば